い、皆さんこんにちは。今日は楽天モバイルについてお話ししていってみたいと思います。今日ご紹介したいのは定額通話オプションですね。はい、新サービス登場、10分通話かけ放題 &SMS 送信無料というものですね。楽天モバイルね、使ってるんだけど、電話のね、品質がちょっとね、と思ってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そういった方にはね、朗報ですよ。なんと、というかですね、まあ、ようやくなんですけれども、楽天モバイルから通話品質の良い、通常のね、品質の定額通話オプションがね、ようやく登場しました。はい。今日の目次です。1番、いつから利用できるの？今までとの違い、比較検討、おすすめの人、そして最後にまとめといきたいと思います。はい。それではですね、早速、いつから利用できるんでしょうか？サービス開始日はですね、2021年8月27日からです。もうすでにね、利用できますので、今回の話を聞いて、これ私ちょっと申し込もうかなと思う方は、アプリでも確かで利用、申し込みできると思いますし、店頭に行っても利用申し込みできると思います。はい。これでですね、ようやくですね、他社とね、同じようなサービスになってきたんじゃないかなと思います。はい。それではですね、まあ、そんなこと言われても、以前から楽天モバイルって通話、SMS 無料だったんじゃない？みたいな感じに思われる方もいるかもしれませんね。これはですね、これはこれで正解でございます。で、今もね、そのまま、これに関しては利用できます。はい。この人はですね、何を言い出したんだろうと思って、まあ、意味わからんぞっていう感じで思ってますよね。で、その違いをですね、少しずつ解説していってみたいと思います。はい。この二つの違いですね。今まではですね、左のピンクアイコンを利用してね、電話、SMS をね、利用してきましたよね。で、それがですね、今回のオプションでは、右側の緑アイコンを利用してね、電話、SMS を利用することが定額でできるようになったっていうことなんですね。この2つ、ピンクアイコンと緑アイコンの違いっていうのは、ズバリ品質でございます。はい。以前ですね、私が作成した動画でですね、楽天モバイルに向いてる人、向いてない人ということで、紹介したんですけど、ピンクアイコンを利用して通話をするとですね、通話途中でですね、途切れたり、相手の声が聞こえなくなったりするっていうことがあったんですね。で、今でもね、ちょっと毎日僕使ってて、なんか電話が遠くなっておりますお客様とか言われたりとか、あとなんかブツブツ切れることがあるんですね。で、それってまあ往々にしてビルのちょっと影だったりもするんですけど、そういった経験がある方も多いんじゃないでしょうかね。そういった場合ですね、まあお友達やご家族との通話でね、何度か聞き直したりかけ直したりね、しても大丈夫な場合はいいんですけれども、信用が大切なね、通話とかお金が絡む通話においてはね、こういったものはね、おすすめしませんよっていうふうにお伝えしておりました。そこでですね、今回楽天モバイルがそこを改善してきて、そうしたユーザーを取り込もうとして考えたのが今回のオプションじゃないかなと思われます。はい。それではですね、比較検討をしてみたいと思いますよ。だいたいこの他社のね、ライバルになってくるプランっていうのは、アハモやね、パボやラインモとかね、この辺がね、ライバルになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、前提としてね、パケット通信を月に20ギガぐらいね、という共通の設定で比較をしてみたいと思います。料金の方はね、税込みで、記入させていただいております。はい。こちらの方を見ていくと、アハモが月に2970円。パボとラインモは共通で2728円ですね。で、楽天モバイルはいくらなのかというと、2178円ですね。これだけを見ると、楽天モバイルがまあ安くていいんじゃないって思う方もいらっしゃるかもしれませんね。これに通話料金ですね。定額オプションを入れてみると、アハモの場合はね、オプション料金なしで2970円のままでね、通話のね、料金っていうのが入っておりますので、こちらの方では2970円のままですね。それからパボとライモの方は、定額オプション550円かかりますので、3278円ね、というふうに共通のね、料金になりますが、楽天モバイルの方は定額オプションの料金が1100円ですから、それをですね、先ほどの基本料金に足すと、なんとですね、3278円と、ほぼね、共通、パボとライモに至っては、全くね、1円単位まで、共通っていうね、やっぱり計算してこういう風になるように、ね、したんでしょうね。で、こういう風に考えると、アハマの方が、308円安いですが、まあ、ほぼ3000円前後、ね、ぐらいで収まるように、ほぼ一律になってますね。ただしですね、これの料金で利用できる通話時間、無料の通話時間を比較してみましょうね。そうするとですね、
アハもパモ、ラインモがですね、1回あたり5分間っていうのが無料のね、通話時間にね、なってるんですが、楽天モバイルだけですね、1回あたり10分間無料なんですね。時間がですね、倍になってて、このね、5分か10分か問題ね、これちょっと大きいと思ってるんですよね。で、なので楽天モバイルの10分間というのが僕はちょっとおすすめかなと思ってます。で、なんでおすすめかなって思ってるかというと、私の経験ですよ。皆さんもね、あるんじゃないかなと思ってますが、5分間がね、ちょっとね、やっぱりちょっと短いんですよね。で、例えばですよ。お店への予約ね、何かサービスへの問い合わせね、こういう時にスムーズに行けばね、5分でも可能ですよね。で、スムーズに行けばいいんですが、往々にしてだいたいスムーズに行かずに、少しお待ちくださいっていうのがね、1回でも入ると、待つための音楽がね、チロリーンってこう流れながら、はい、5分経過、はい、終了っていう風になりますよね。で、そういう風なことを考えると逆にですよ、逆に5分間無料通話を設定している、他社のね、はい、5分以上かかったところはちゃんとお支払いしてくださいねっていうね、プラスアルファの通話料金で稼ぐ的なね、思惑を感じているのは僕だけでしょうかね。こういった点においてね、アハモにおいてだけ308円安いとはいえですよ、やっぱり10分間ね、無料通話がついている楽天モバイルが僕の経験上ではおすすめのように思っております。皆さんどう思うでしょうかね。はい、それからですね、そもそも楽天モバイルでは基本料金がデータ量によって定額に抑えることができるので、パケット通信をあまりしない人では楽天モバイルね、選択の一つになるかもしれませんね。これに関してはですね、料金的に他社よりもね、競争力が出てくるのでっていうことであってね、今回のね、通話の定額オプションをね、利用するかしないかっていう話題とはちょっとずれますけどね、合計金額とすると料金的な競争力はちょっと出てくるかなと思います。はい、それからですね、楽天モバイルを利用中の方ですね、そういった方がそのオプションを利用するかどうか問題ね、これを見ていってみますね。そもそもですね、通話品質を求めない人ね、そういった方に関してはこのオプションは必要ないと思いますね。今まで通りピンクアイコンを利用して、そのままちょっとかけ直したり聞こえづらいことがあってもね、なんとかね、対応していけるんじゃないかなと思います。はい、ただですね、通話禁止が必要な人でこのオプションを利用しないで緑アイコンをね、利用した場合、料金的なところを少し計算していってみたいと思います。はい、国内通話ね、日本国内通話では30秒でね、22円かかりますので、オプションのね、1100円を超えるのが何分ぐらいで超えてくるのかっていうのを計算すると、月に25分ですね、25分っていうのがこう分かれ目になってくると思います。なので25分以下しかね、通話をあまりしないと、緑アイコンでもね、そういった方はね、1100円以下にね、通話料金が抑えれるので、このオプションを利用する必要はないと思います。で、逆にですね、25分以上ね、通話をする、しかも質の良いね、品質の良いね、通話をしたいという方は今回のオプションを申し込んで利用された方が良いということになりますね。はい、それではですね、おすすめの人、はい、家や職場でね、Wi-Fi があってパケット通信量が少ない方ね、でとか、もそもそもですよ、携帯あんまりいじらないからパケット通信あまりしないという方ね、こういった方は基本料金がものすごく安く抑えられて、まあ場合によってはね、月に1ギガ以下ぐらいだったら確か楽天モバイル無料になるんじゃなかったですかね。で、そういった方で、かつ電話はね、1回10分ぐらいね、聞きやすい安定した音声で、月に25分以上利用したいという方ね、そういった方ね、例えばですよ、ビジネスマンやご高齢の方ね、やっぱりご高齢の方はね、やっぱり音声は聞きやすい方がいいですし、携帯でのトラブルってやっぱりあんまり好ましくね、思われないと思うので、そういった方ね、は該当する方がいらっしゃるかもしれませんね。はい、最後まとめですよ。はい、今回ね、楽天モバイルが、品質の良いね、通話を定額オプションという形で設定したということですね。で、他社との比較ではですね、料金的にはほぼ同じです。で、楽天モバイルのみ10分間で、その時間設定というのはやっぱりこれの方が実用的かなと思います。はい、それからですね、今回のオプションを申し込むか申し込まないかの通話時間のね、比較で見てきたところですが、月に25分以上ね、通話するのであれば、このオプションを申し込まれた方がいいかなと思います。
はい、最後にね、ビジネスマンやご高齢の方におすすめなんじゃないかなと思います。はい、それでですね、まあ今回のね、ものでは、まあ、こうしたねプランが出てきましたよということで、ちょっと興味が出てきたので皆さんに情報を共有したいなと思って、今回の動画を作成させていただきました。で、今回の動画がね、まあ良かったよと思われた方はグッドボタン、それからまあこういったものをこれからもねどんどん作成していってみたいなと思いますので、興味のある方はですね、チャンネル登録もやってみてください。それでは今日はここまでになります。さよなら。バイバイ。